メデューズは、フランス海軍のパラス級40門搬送フリゲート。1810年浸水、区襲役。ナポレオン戦争後期。1809年から1811年にかけてのモーリシャス進行に参加し、また、カリブ海でも活動した。メデュース号、メデューサ号などと表記されることもある。ブルボン王政復古後の1816年、輸送船並みの武装に改修され、 植民地の返還を受けに、セネガルの三類に赴くフランス官僚を輸送することになった。しかし官庁は政治的理由で任命された亡命貴族で海軍士官として不適格であり、メデューズはその不適切な公開式によってアルガン岩礁に乗り上げ、破壊された。ナンパの後、乗員乗客はイカダを作って、それに乗り移ったが、官の探偵が権員を放棄したため、 イカダは漂流することとなった。この試練も生き延びた者はわずか15名だった。イカダの運命は大衆の関心を呼び、メデューズの事件は、ホブネ時代における最も有名な海難事故の一つとなった。画家テオドール・ジェリコーはこの事件に取材して、フランスロマン主義絵画の象徴とされる、メデューズ号のイカダを描いた。メデューズは1810年9月26日に、なんとで収益した。 1811年、メデューズはフリゲート、南府と共に、ジャワに派遣された。両艦は9月2日に、スラワヤに到着したが、イギリス艦ブケファロスに追跡されていた。4日にはもう一隻のイギリス艦バラクータが追跡に加わったが、8日に接触を失った。12日、メデューズと南府に追撃されたブケファロスは、翌日逃走して、接触を断った。 メデューズは1811年12月22日にブレストに戻って大西洋で任務につき、1814年にはグアドループ島を奪回するために派遣された艦隊に属していた。ナポレオン失脚後、ルイ18世はもう一度海軍に王党派を配置しようとした。ユーグディ・ロワド・ショマレー施策が20年間ほとんど公開しなかったにもかかわらず、 フリゲート艦長に任命されたのはそういうわけだった。セネガルへの公開、編集1816年6月17日、メデューズの土書マレー式下の輸送船団は、ロシフォールを出発した。船団は輸送船、ロワール、ブリック、アルギュス、コルベット、エコーで、セネガルのサンド以降の返還をイギリスから受けることが目的だった。武装を減らしたメデューズには、 フランスのセネガル総督に任命されたジュリアン・デジレ・シュマルツ大佐とその妻レーヌシュマルツを含む乗客が乗っており、乗船者数は乗組員160名を加えて400名に達した。メデューズは6月27日にマデーラに到着した。シュマルツは最短コースを取って可能な限り早く三塁に着くことを望んだが、それは 船団が岸に危険なほど近くを進むことを意味した。そこには多くのサスと岩礁があり、経験豊かな船乗りなら海岸から離れて航海する場所だった。メデューズは船団で最も早く、また艦長は与えられていた命令を無視したので、すぐに両艦のロアール、アルギオスとの接触を失ってしまった。エコーはメデューズに追随し、これを誘導しようとしたが失敗した。エコーは その後大事をとって外洋に向かった。ショマレーは乗客の一人であるリシュフォールを相関に参加させることを決めた。リシュフォールは哲学者でありカーボベルデの事前協会のメンバーであって船を導く資格は持っていなかった。メデューズはアフリカの海岸に近づき危険なコースをたどっていた。リシュフォールは水平線上の大きな雲包みをアフリカ沿岸 ヌアディブ半島のカボブランコ岬と取り違え、モーリタニア沖のアルガンガン省に接近する危険を過小評価した。1816年7月2日、メデューズはどんどん浅くなってゆく海域に入り込んだ。ショマレーモリシフォールも白い砕け波や水中の泥などの浅瀬の兆候を無視した。やむなくモード海は命令を待つことなく自ら干渉の先に出て水深を図り始め、 わずか18キロであることを確認すると艦長に警告した。やっと危険を理解した諸レーは帆を張るように命令を下したが、すでに手遅れであった。メデューズは海岸から50キロメートル沖で座礁した。事故が起きたのは春の満潮の時であり、そのことが艦の不要を困難にした。一門三トンもある方14門の陶器を艦長が拒否したため、船の離床は、 不可能となった。イカダ、編集船を放棄した段階でのイカダのプラン。150人がイカダに移ったが13日後に、生き残ったのはわずか15人だった。アレクサンドル・コレアールとジャン・イコール・バプティスト・アンリ・サビニの著書、フリーゲート艦、メデューズのナンパの口へ船に搭載された探偵で、100km 近く離れた海岸に乗客と乗組員を運ぶ計画が立てられたが、 それに使用できるボートは2層だった。メデューズを軽くして速やかに離床させる計画もいくつも立てられたが、採用されたのはイカダを作って、メデューズの貨物をそこに移すというものだった。イカダは直ちに作られ、長さ20メートル、幅7メートルのそれは乗組員によってラマシーヌと呼ばれた。7月5日になると、強風が募り、メデューズは解体の兆候を示した。乗客と、 乗組員はうろたえた。艦長は直ちに艦を放棄して146人の男性と一人の女性をひどく不安定なイカダに移し、メデューズのボートでそれを引かせることを決定した。イカダにはほとんど必需品が積まれず、またそうだや、航海のための手段もなかった。そしてその床面のほとんどは水没していた。メデューズ上に残留することを決めた者も,も17人いたが、残りは、 船の頂停に乗り込んだ。2層のボートの乗組員はすぐに、イカダを牽引することが不可能であることに気づいた。彼らは、必死になったイカダの生存者たちに圧倒されることを恐れ始め、ロープを切って、イカダと、その居住者を運命に任せることを決めた。ボートはロープを切ると安全な場所に去った。何人かは、間もなくアフリカの海岸に上陸し陸路で、セネガルに向かったが、 他の大部分は三類に向けてボートで航海した。そしてその過程です。イカダでは事態は急速に悪化した。村に入っていたのは水でなくワインだった。主幹及び乗客と水兵、陸兵との間で争いが起こった。漂流が始まった最初の夜のうちに20人が殺されるか自殺した。嵐の気配があったがそうなると安全なのは イカダの中央部だけだった。何十人もがイカダの中央部を争って、または波にさらわれて死んだ。食料はすぐに亡くなった。4日目までにはイカダの生存者は67人だけとなり、人肉食を行うものもあった。元気の残っているものは弱ったり傷ついたりしたものを、海中に投じ始め、8日目には15人が残るだけとなっていた。そしてその十五人は全員、 7月17日に偶然遭遇したアルギウスに救出されるまで生き残った。アルギウスはイカダの生存者を三類に運んだ。最後のアフリカ人乗組員であるジャンシャルルを含む5人は数日のうちに死亡した。ドショマレーはまだメデューズに積載されている黄金を回収しようと決めサルベージ作業員を派遣したが彼らが見つけたのはまだ無傷のメデューズであった。 メデューズに残留することを選んだ17人のうち3人は54日後にもまだ生きていた。フランス海軍大臣からの救援が間に合わなかったため、生存者はイギリス海軍士官の助力でフランスに帰国した。メデューズの生き残ったせいに、アンリサン・サビニともう一人の生存者である地理学者、アレクサンドル・コレアールは、それとは別に事件の記録を書き、八百十七年に、 出版した。この本は1821年までにご飯を重ね、英語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語に翻訳された。本の内容は、バムを重ねるに従って改定され、政治的な傾向を増していった。この事件は、フランスの政治スキャンダルとなり、当局はそれを完全に隠蔽しようとした。1817年のロシフォール校における、 軍法会議で、ドショ書レーは5つの罪状で裁かれたが、戦団の域、船の離床の失敗、及びイカダの域については、無罪となった。しかし、不適切で万全とした送還と、すべての乗客が罹患する前に、メデューズを放棄した件では、有罪が言い渡された。この評決は死刑を意味するものであったが、ドショマレーに下された処罰は、海軍からの追放。 勲章の剥奪とわずか3年の習慣であった。同初マレーは事件の14年後、68歳で死んだ。この軍法会議は上辺のことに過ぎないというのが一般の認識だった。シュマルツ総督は1818 18年に強制的に辞任させられた。後にグービオンサンシール法により、フランス軍における昇進が功績に基づくべきであることが明確にされた。 メドゥーズ号のイカダ詳細は、メドゥーズ号のイカダを参照このナンパ事件の報告に強い印象を受けた25歳の画家、テオドール・ジェリコーはこの事件に基づく絵を描くことを決意し、1818 18年に報告者たちに連絡を取った。ジェリコーの作品は生存者の一人によって語られた瞬間を描いている。救出の前、乗客らは水平線上に船を認めたが合図を、 送ろうとしたとき、姿を消してしまった。生き残った乗員の一人は、我々は狂気の頂点から深い落胆と悲嘆に突き落とされたと語っている。その船は2時間後に再び現れ、生き残った人々を救出した。1980年、ジャン・イブ・ブローの指揮するフランスの海洋考古学探検隊は、現代のモーリタニア沖でメドゥーズナンパの現場を発見した。 チームは遭難現場のおよそ 160km 北に、イチソル・ヌアリブの港町の郊外にベースを置き、探検用に4隻の小船を使用した。主要な探索手段は、フランス原子力庁によって開発された、磁力系の一種であった。探索区域は、メデューズの生存者の報告に基づいて決められたが、より重要だったのは1817年のフランスの沿岸海図作成作業の記録で、 その時点ではメデューズの船体がまだ海面上にあったことが確認されていた。この事前調査が正しかったことは探検チームがその作業のまさに最初の日にナンパ現場を見つけたことで裏付けられた。チームはそれがメデューズの残骸であることが明確に特定できる物品を回収してパリにある海洋博物館の展示品に加えた。ありがとうございます。